はい、どうもエナジー福田です。今回はこちらカルカッタコンクエスト300、これはレベルワインド連動型になってて、連動型っていうのはキャスト時にここですね、このレベルワインドっていうのが一緒に動くタイプのことです。通常のリールはキャスト時にはこのレベルワインドは動かないんですけど、このカルカッタ300なんですけど、キャスト時にもレベルワインドが勢いよくウィーンって動くんですよね。これをちょっと速くしたような感じ。そのレベルワインドが動く音が結構うるさいと感じる方も多いと思います。で、僕はちょっと遠投しようとした時にキーンかウィーンかそういう音が鳴ってうるさく感じてきたんで、ちょっと音を抑えたいなと思っていろいろ試してみました。最初の頃はこのシマノの純正オイルを塗っていたんですが、音を減らす効果はないかなと思いました。効果があったのはこの iOS オイルの02 Pro っていうオイルです。今回実際にどんな感じで塗るのかやってみたいと思います。はい、ちょっとね、もう iOS オイル塗ってるんで最初の状態と比べた音は出づらいと思うんですけど、一旦ハンドルを回しての音、まあ、塗る前と塗った後でどんだけ変わるのかやってみたいと思います。はい、こういう感じです。ちょっとね、スプールの方の音も鳴ってるんでちょっと分かりづらいかもしれないですけど、このレベルワインドの音も鳴ってます。はい、では塗っていきましょうか。まずここですね、ここに塗っていきたいんですけど、まあ、分解したら完璧には塗れるんですけど、ちょっと今回は分解めんどくさいんで、キッチンペーパーを小さく切ってちょっと拭いていきます。汚れてますね。そしてハンドルを少し回して、この中の棒が回転するんで反対側も拭いてあげる。そして、まあ、ちょっと回してこっち側も拭くっていう感じで全体的に綺麗にしてあげます。はい、ちょっとざっくりなんですけどこういう感じで綺麗になりました。そして次に iOS02 オイルをスポイトでちょっと取ります。それをこのレベルワインド大体2箇所にすればいいと思います。こっち側に1滴で、ハンドルを回して反対側にも1滴垂らします。あとはこれでちょっとハンドルを回して全体的になじませてあげるっていう感じですね。もともとシマノの純正オイルが若干残ってると思うんですが、この iOS オイルってこの元のオイルとの馴染みがいいんで、まあ、いい感じに混ざっていくと思います。で、こう徐々に使い続けていくうちに元のオイルがほぼなくなり iOS オイルだけという状態になってくると思っておいてください。はい、馴染ませるとこんな感じですね。このシーンでは分かりづらいと思います。はい、これ初めて塗った日ですね。初日は全然音は変わらずだったんですけど、2日目も変わらずで、まあ、レベルワインドを見ると、まあ、こんな感じでかなりね汚く黒く混ざってたんですよね。その汚れを最初拭き取って2回目 iOS オイル塗って使ってみると、短い距離から中距離までは音が全然気にならなくなり、遠投時には音は鳴ってるなっていう感じはするんですけど、まあ、かなり抑えられてるように感じました。で、正直 iOS オイルだけでこんなに変わるのかと思ったんですが、実際変わってたようです。で、今ちょっともう一回ハンドルを回して音の比較をやってみたいと思います。はい、わかりますかね。ちょっと今やってる僕は分かってるんですけど、若干その金属が当たるうるさいというそこの音程はカットされた、そういう感じですね。今はおそらく遠心ブレーキとスプールとレベルワインドのと3つなってるんでちょっと分かりづらいんですけど、かなり小さくなりました。まあ、これのおかげか分かんないんですけど、キャスト時にバックラッシュがしづらくなったような気がしたんで、もしかしたらうまいことキャスト時にレベルワインドが連動しやすくなったおかげで失速しづらくなってるんじゃないかなと思います。ルアーが飛んでいくときにこのスプール回しながらレベルワインドも回す力も必要なんで、レベルワインドが軽く回ることによって、まあ、その抵抗もなくなったんじゃないかなと思います。はい、気になる人は一度 iOS02 オイル試してみてください。ということで今回の動画は以上です。よかったらいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。